英語、中国語、韓国語の字幕に翻訳しています。字幕をオンにしてご覧ください。平和を願い、長崎の鐘を鳴らします。広島と長崎に原爆が投下された日に、平和を願って視聴者前にある長崎の鐘を鳴らします。8月9日、金曜日11時2分、長崎市原爆投下時間。場所、相生市庁舎前。長崎市があさって原爆の日に開催する平和式典にイスラエル大使を招待しなかったことを受けて、アメリカなど7カ国の駐日大使が式典を欠席することが分かりました。関係者などによりますと、アメリカのエマニュエル駐日大使やイギリスのロングボトム駐日大使など7カ国の大使は、長崎市があさって開く平和記念式典にイスラエル大使を招待しなかったことを受けて式典を欠席する意向だということです。また日本を除く G7 主要7カ国の大使が長崎市長に対して、同じく招待されなかったロシアやベラルーシとイスラエルを同列に並べるべきではないとして再考を促すレターを連名で出しました。長崎平和記念式典を G6 諸国がボイコットというとんでもないニュースの最中でした。それでは長崎に原爆が投下された時刻、11時2分にサイレンが鳴りますので、このサイレンに合わせて黙祷をお願いいたします。山田連合自治会長、被爆者の方を代表いたしまして、高崎清様、企画平和展で最優秀賞を受賞された双葉中学校大内いろは様、同じく優秀賞を受賞された双葉中学校藤原瑠衣様、よろしくお願いいたします。
では相生市長谷口義樹よりご挨拶申し上げます。今日も大変暑い中お集まりにご指摘をいただいて、黙祷をしていただきましてお礼を申し上げます。ご存知のように今日は私どもの敬老を通じてこういう年でございます。長崎に原爆が投下されたほど79年目の当たります。私どもとしては長崎と長崎市民の皆さん方と思いを同じし思いを一つにして多くの原爆で亡くなる戦争で亡くなる方のご冥福と、そしてなお原爆に苦しんでおられるところから願いを申し上げたいと思います。また今の15日まで長崎ホールで自宅の平和と言っておりさせていただいております。最優秀ポスターですね、最優秀賞を取られた双葉中学の大内さんと優秀賞の藤原さん、一緒に鐘をついていただきました。若い人と一緒に鐘をつけて平和の願い、平和の活動を若い人にも受け継いでいくという、大変私は良かったんじゃないかな、このように思っております。皆さん方、若い人も含めて皆さん方一緒にですね、これからも核兵器、戦争の恐ろしさという、また平和の大切さというのをこれから受け継いでしっかり伝えていければな、このように思っております。どうぞご理解ご協力を賜ろうと思います。また少し長くなりますけれども、昨日政府の方から南海トラフ大地震がいよいよ来るである可能性が高まってきたという発表がございました。私も今からすぐ高裁の会議をさせていただきますけれども、盆休みの現状をして市民の皆さん方に、冷静にですね、冷静にやはりいろんな準備をしていただきたいということをお願い、お伝えをしていければ、このように、どうぞ皆さん、いろんな準備を、南海トラフのいろんな準備を、お願いをいたしたいと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げました。これのご挨拶とさせていただきました。ありがとうございました。本日は、せっかくの機会ですので、長崎の鐘を自由に鳴らしていただき、それぞれの思いで平和を記念していただければと思います。また先ほど市長が申し上げた通り、平和記念行事として企画平和展を8月15日まで文化会館で開催しております。広島平和記念資料館、長崎原爆資料館の資料に加え、市内小中学校児童生徒の作品を展示しております。先ほど長崎の鐘を鳴らしていただきました双葉中学校2年大内いろは様が最優秀賞を、同じく双葉中学校2年藤原芽衣様が優秀賞を受賞されております。本日は正面玄関にもお二人の作品を展示しておりますが、ぜひ会議場にも足をお運びいただき、実際の作品をご覧いただければと思います。それでは以上で平和記念式典を終了いたします。本日はありがとうございました。長崎は今日原爆が投下されてから79年を迎えました。ロシアによるウクライナ侵攻が長期化し、中東情勢も緊迫する中、爆心地となった平和公園では平和の祈りが捧げられました。黙祷。長崎市では現在平和記念式典が開かれていて、原爆が投下された時刻に合わせて黙祷が捧げられました。式典には被爆者や市民、岸田総理大臣のほか、核保有国を含む過去最多となる100カ国の代表が参列しています。今年長崎市はロシアとベラルーシに加え、イスラム組織ハマスと戦闘を続けるイスラエルの駐日大使を招待しませんでした。
これに対し G7 主要7カ国のうちアメリカやイギリスなど6カ国と EU の大使らは出席を見合わせ、代わりに公使や総領事らが出席しています。長崎がやらかしたと思いましたが、結果良ければすべてよし。式典は滞りなく行われ終了いたしました。試験ですが、長崎がイスラエルを招待しなかったのは、ウクライナ戦争などは関係なく比較する意味もなく、テロリストハマスは対策しなきゃいけないが、その裏でパレスチナヨルダン川西岸の入植を問題視したからでしょう。パレスチナ問題も、もう30年以上入植者とパレスチナ住民との争いが続いています。戦力的にイスラエルが一方的に住民を排除して川の向こうに追い出している。長く続く非人道的行為が平和記念式典にふさわしくないのでしょう。イスラエルを招待しないことで他の中東諸国が参加しやすくなって人数も増えたのかな。結果良ければ全てよしだよね。ご視聴ありがとうございました。ローカル情報ですが、チャンネル登録いただけると運営の励みになります。